発電所、大元の電源。パソコンの電源の規格、ATX 電源の内部電源は電力供給の源、またはそれから供給される電力そのもの。様々な段階での源が電源と呼ばれる。大元の電源は発電所や発電機、あるいは電池である。商用の電力網に電力を供給する発電所、また、 それから供給される電力は商用電源と呼ばれる。個々の電気製品について、機器への電力供給の源も電源と呼ぶ。機器にとっては、電灯線から供給される100から2 0 0ト程度の交流電力が電源となる。俗に家庭用電源と呼ばれる。また、電灯線と機器を接続する配線用差し込み接続機を電源ということもある。 ごく単純な機器を除けば、電気製品はソケットから供給される電力をそのままは使わず、電源回路で機器に適した携帯の電力に変換する。電源回路には、機器内に組み込まれているもの、AC アダプタとして分離されているもの、単一の機器となっており、電源のない機器に接続するものなどがある。PC、a t 互換機の電源は、 交換可能な電源ユニットとして規格化されており、現在主流の規格は ATX 電源である。主に携帯する機器や小型機器に用いられる。携帯型ラジオ、懐中電灯、電気式時計や電気式腕時計、電気シェーバー、電気式体重計、電気式自動血圧計、ラジオカセットレコーダー、携帯音楽、プレイヤー、ラジコン、ワイヤレスマイク、 携帯型トランシーバー、携帯電話、PHS などである。この中には AC アダプタや電灯線からも電源を取れる機器もある。電源スイッチは電力炉を機器の最上流で ON、オフする。電源スイッチを ON にすることを電源を入れる、つける、オフにすることを電源を切る、落とすなどという。電源スイッチは実際に 電源回路の上流で、電灯線からの電力供給を ON オフしていることもあるが、電源回路に指示を送っているに過ぎないこともある。その場合、そのための回路には、電源オフでも電力が供給されている。これが待機電力である。電源ボタンに描かれていると使ったマークは、通電のオンとオフを組み合わせて図式化したと言われている。交流の電源を、交流電源。 直流の電源を直流電源と呼ぶ。電源回路について言うことが多いが、商用電源や家庭用電源もまた交流電源である。と、知ってるアプリや電気のスイッチと電源ボタンの記号の意味。ありがとうございます。